私の人生にはもう決して欠かすことができないのが山形国際ドキュメンタリー映画祭ですね。この街に英語通訳者山内悦子、カナダ・バンクーバーで暮らして30数年、大学などで通訳者養成プログラムの講師を務める傍ら、山形国際ドキュメンタリー映画祭に30年にわたり通訳者として参加している。山形国際ドキュメンタリー映画祭、ここ30年間欠かさず通ってきた理由というのは、やはりすごい作品とすごい人たちに出会えるからです。で、自分の人生で出会った面白い人たちっていうのをおよそ7割ぐらいは山形つながりなんですよ。山形で出会った監督が紹介してくれた別の人がまた紹介してくれたとかで、本当やはり類は友を呼ぶと言いますか、気が合う人がいっぱい行ってるんですよね。で、教え子たちも私が通訳、翻訳技術を教えてきた教え子たちも、もう何十人も今までボランティアとか実際にプロとして通訳者として雇われて山形のその映画祭に参加しています。で、やはりみんないろいろなものを持ち帰っています。だから私の人生にはもう決して欠かすことができないのが山形国際ドキュメンタリー映画祭ですね。だから通訳はできなくなってからも観客としてでも行きたいと思っています。